海が山となる。凄まじい破壊の後、全能なる神は目覚め、この星の生命を新たなる世紀に導くだろう。しかしその前後、魔獣たちは大いなる戦いを起こし、大地は鮮血で覆われる。人、それを魔獣戦線と呼ぶ。富三郎。でっけえ屋敷だぜ。どんな時代になっても医者ってのは儲かるらしいな。お嬢様。本日はお父様の病院でございますね。はい。かしこまりました。なぜ彩香にこだわる。新一、お前の追ってるあの男と何か接点があるんか。わからねえ。ただ彩香からは俺と同じ匂いがするんだ。あの女が新人類だっていうのか。お前と同じ。あの女の正体、この富三郎様が暴いてやるぜ。お父様。安心しなさい。私が必ずお前を治してあげる。お父様。裏切り者のユダとは違います。娘アヤカの中に万能細胞が根付くことにより、お互いに感応し合い、奴をおびき出す強力なおとりになれば、神に仕える者として本望です。あんな優しいお父様が私をおとりに利用するだなんて。もしあれが夢であってくれれば、これから私は何を信じて生きていけばいいの。昼間助けてくれたのはあなたね。私はアヤカ・サンダース。あなたは。俺は新一、クルマ新一。新一さん。ついたのか。こりゃまたクラシックな建物だぜ。この病院、よくあの大破壊から生き延びたもんだ。たまには掃除ぐらいしやがれってんだ。見事だよジェームズ博士。すでに新一の万能細胞はお前の娘の肉体に深く根付いているようだ。あの声は。はい、クルマ博士。あれはクルマ現像。新一が復讐のために探し回ってる親父さんじゃねえか。生きてやがったんだ。やっぱ大破壊でも死ななかったのか。いいコート着てるじゃねえか。命が惜しきゃ身ぐるみ脱いで置いていきな。
そっちの綺麗な姉ちゃんも置いてってくんねえか。お前ら相手を間違えてるぜ。血祭りにしてあげましょうか。なーに、おめえらが手を出すまでもねえよ。なんだとこら。真一とか言ったな、あいつもこいつと同じ目に遭わせてやる。あら、おびき出して捕まえろって車博士の命令じゃ。それはまだ車博士が我々の本当の能力を知らないからだ。我らの力を知れば、目視録後の世界、この地球の名手に選ばれるのは我ら恐竜タイプのニューマンであることがわかるはずだ。化け物。この近くに崩れた高層ビル越しに夕日の見えるところってないかしら。かつての新宿新都心のあたりなら行ってみたいわ。おやめになった方が。あの大破壊の時に完全に崩壊して、とも再開発を諦めたようですし、今や無法地帯です。通るだけでいいの？困りましたね、ご主人様に怒られてしまいます。お父様には私から謝ります。だからお願い。弱いな、お嬢様のお願いには。ありがとう。道も寸断されていますので、どこまで行けるか分かりませんよ。構いません、行けるところまでで。わがままなお嬢様、奴の心臓が呼ぶままにやってきたのね。お前に危険が迫れば迫るほど、お前の心臓に注入された万能細胞は本体である車新一に助けを呼ぶのさ。私は大丈夫、あなたこそ怪我は。どうしたの大地は。なんだ、俺の心を勝ち乱すこの不安は。こんなもの、こんなものもう必要ねえ。どこに逃げても無駄なことだ。早くこっちだ。早くしろと捕まって食われちまいたいのか。から罠に飛び込みやがった。クソ、大丈夫か？もうすぐだぞ。さあ中へ。ここまで来れば大丈夫さ。ほらお嬢さん。ずるい、
お嬢さんなんて呼んでくれたことないのに。そりゃそうだ。お嬢さんってのはな、こういう可愛い子のことを言うんだぜ。そんなことないわ。あなたとっても可愛いもの。私知恵。俺サブ。そしてこいつらは仲間だ。ゴン。あなたたちここに住んでいるの？ここは隠れ家の一つに過ぎねえ。俺たちあのすげえ地震で家をなくしたもんばっかでさ、なんとか力を合わせて暮らしてるんだ。偉いのね。ここじゃ弱いもんは力を合わせなきゃ生きちゃいけねえからな。安心しな。ここは俺たちの庭みたいなもんだからな。それに強え友達もいるんだ。ゴン、新一兄ちゃん呼んできて。わかったゴン。新一ってまさか車新一？姉ちゃん、新一兄ちゃん知ってるの？一度会って聞いてみたいことがあったの。それで無理を言ってこんなところまで連れてきてもらって。俺たちの町で死んだ人のために涙を見せるのはやめてくれ。新一兄ちゃんが教えてくれたんだ、あの時。何もかも、俺たちの家も学校も町もみんな消えちまった。死んだって決まったわけじゃねえだろ。だってサブも泣いてる。ごはん。もう泣くな。大自然の獣たちには子別れの儀式ってのがある。子別れの儀式？ああ、親が子供の敵になる前に別れるのさ。そんな、パパやママが敵になるなんて。お前らは幸せだ。醜い親の一面を知らずに済んだのだから、美しいままの思い出を大事にしまっておくことができる。死ぬな。お前たちが死んだ時、心の中の美しいものも消えちまう。兄ちゃんは？兄ちゃんも心の中に大事な美しいものを持ってるの？ああ。持ってるさ。そう。心の中の美しいもの。私もお父様のもう一つの顔を知らずに、美しいままこの心の中にしまっておければ。血だ。まだ生々しい血の匂い。大丈夫。ここは絶対見つからない。このオブジェの裏側にこんな部屋があるなんて誰も思いやしないって。匂いやがる。ガキどもと女の匂いだ。そこだ。いいぜ。今までここにいた。近いね。このままじゃやべえ。一か八か分かれて逃げよう。三方に分かれりゃ奴らの鼻もごまかせるかもしれない。私はこっちに。俺はあっちだ。お姉ちゃんはこの先へ。いいか、生きるんだぞ。ええ。私の心の中にはあなたたちのような美しいものはないかもしれないけれど。
奴ら地下街にばっか気を取られてたか。ここらは盲点だったんだな。無事だったか。恐竜人間をしのぐなんて噂、所詮噂に過ぎないようだな。こいつらはな、小さな力を集めて必死に生き延びようとしてたんだ。汚いものだけが残ったこの世の中で、ただ一つ残った汚れのねえ美しいもの、こいつらは俺の宝だった。美しいってことは強いということだ。この地球に祝福され、黙示録の後の世界を支配する我々恐竜人間に与えられる言葉なんだよ。所詮力のない者は死ぬしかねえんだよ。許せねえ。それで本気か。おめえなんか所詮恐竜人間の敵じゃねえ。俺の姿が恐ろしいかい。お前の父上はこの姿こそ地球の未来にふさわしいニューマンだと信託を下されたのだよ。お父様が。お前もいずれ俺と同じになる。この美しく強靭な地球が作り出した最高傑作である恐竜の肉体にな。そこまでだな。探してた。綾香、しっかりしろ。新一、俺のこと忘れないでくれよ。兄ちゃんが覚えていてくれたら、美しいまま生きていけるんだろうな。こんなに汚れちまってるけどさ。お前は汚れてなんかいねえ。お前の血は美しい。汚れのない真っ赤な血だ。お前たちは生きる。俺の中で永遠に生きるんだ。新一、探したぜ新一。ついに見つけたんだ、お前の親父だ。古間源蔵だよ。親父の前に、え、その前にやることができた。新一、この下に二人がいる。墓を作ってやってくれ。新一、綾香、車博士、娘に何をしたんだ。神が一刻も早く新一の血を差し出せと仰せなのだ。お前の娘には清い生贄になってもらう。
何？神に使えるものとして本物である。ついに新一と恐竜人間どもの戦いが始まりやがった。あいつが怒るともう俺にも止められねえ。その時綾香の中で眠っていた何かが目を覚ます。次回呼ぶ気主与えたまい主取りたまう魔獣戦線に異常ありだぜ。心地よく吹く風のように